ナチェスはアメリカ海軍の給油艦。艦名はテキサス州を流れるナチェス川にちなむ。ナチェスはボストン海軍交渉者で1919 19年6月8日に帰港し、1920年6月2日にロバート・グリフィン海軍少将夫人によって浸水。艦長、HT メリウェザー大佐の指揮下1920年10月25日に収益する。収益後、 ナチスは第17燃料船として分類され、1922年以降はボストンを拠点とする。東海岸での大西洋艦隊の演習には常に同行し、燃料補給の他標的の栄光も行った。また、重油やガソリンの積み取りのため、テキサス州ポートアーサーへ何度か公開した。1922年3月、ナチスは、 マサチューセッツ州フォールリバーへの航海を終えると、ノーホークに開港され、ついで西海岸のメアアイランドへの開港を命じられる。開港後は、サンディエゴを新しい母港とし、太平洋艦隊付属のタンカーとして行動した。1926年5月1日からは、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールに入り、新型の油圧ガソリン収納装置を装備した。以後の15年間、 ナチスは太平洋艦隊艦艇に対する全般支援に従事し、またパナマ運河地帯を介してカリブ海とハワイの間を何度も往復した。1941年12月8日の真珠湾攻撃の日、ナチスはサンディエゴから真珠湾へ向かう途中だった。12月10日に真珠湾に到着すると直ちに燃料や物資の陸揚げを行った。 この頃、ウェイク島にも日本艦隊が押し寄せており、残存戦闘機や砲台が必死の反撃を行って一度は攻略部隊を追い返した。しかし、ウェイク島守備隊の運命は依然風前の灯りであり、守備隊を救うため応援部隊が編成される。空母サラトガを中心として、フランク・ J ・フレッチャー少将を指揮官とする第14任務部隊が主体となって、 ウェイク島に急行することとなり、ナチスは水上規模艦ン,ンジールと共に第14任務部隊に加わってウェイク島に急行した。ウィルソン・ブラウン中将の第11任務部隊も予定されていたギルバート諸島機襲を取り消して第14任務部隊の支援に当たらせた。ところが太平洋艦隊司令長官代理ウィリアム・パイ中将が海軍作戦部長。 ハロルド・スターク大将と合衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将に伺いを立てたところ、ウェイク島守備隊の指揮を考慮したものの、兵力の増強をより撤退すべきだとの示唆を受けたため、第14任務部隊と第11任務部隊によるウェイク島救援は取り消され、2つの任務部隊は真珠湾に引き返した。まもなく、ウェイク島守備隊は日本軍に降伏し、 ウェイク等の戦いは終わった。真珠湾駅島後、ナチスはハルクとして活用されていた DCH1 を処分するため湾外に栄光し、12月26日に砲撃処分した。真珠湾攻撃で戦艦は壊滅したものの空母が無傷だったため、1942年に入ると空母任務部隊による奇襲作戦が計画される。効果のほどはどうであれ 日本軍が推し進める南方作戦の牽制になるという期待はあった。ナチスは第11任務部隊付属として一連の攻撃に加わることとなった。1月22日午後、ナチスはベーク島攻撃に向かう第11任務部隊と共に真珠湾を出撃した。真夜中を回った頃、ナチスは時間から約1000メートル以内に潜水艦がいると、 判断し、回避行動をとる。翌1月23日3時10分ごろ、ナチスの船体中央部に重い衝撃が走り、不発の魚雷によるものだと判断された。魚雷は、日本のイ号第72潜水艦からのものであり、イ72は10分後に、再び魚雷を発射。魚雷は1本が、ナチスの右縁完備の機関室に命中し、機関室には、帯だしい海水が流れ込んだ。 3時28分には、イ72が、左舷側からも攻撃を仕掛けているのが見えた。ナチスの5インチ砲は先行するイ72に対して、3時35分まで、坂に発砲を行った。やがてナチスは、航行を停止し、右舷側に大きく傾いて4時37分に、沈没した。沈没地点は、北緯21度01分、整形160度06分。 北緯21.017度整形160.100度、21.017-160.100で、ホノルル西方135回立地点付近だった。ナチスの沈没は、奇襲作戦に修正をもたらした。第11任務部隊は、ナチスがなければ燃料が不足して、ウェイク島近海に取り付くことができなかった。しかし、 この当時の太平洋艦隊は代わりに投入できる給油艦を持っていなかったため、第11任務部隊によるウェイク島攻撃は中止となり、部隊は真珠湾に引き返した。ウィリアム・ハルゼー中将の第16任務部隊によってウェイク島の日本軍に打撃を与えたのは、ナチスが沈没してから1ヶ月後の2月24日のことであった。ありがとうございます。